で、今ねやったみたいに太ももの裏側の、はい、ごめんねこれがもうぐにゃぐにゃ、ね、全然あの全く筋肉が触れない状態でもいきなりもう骨までいっちゃうようなぐらいの感じで、特に左側なんかもっとこうぐにゃぐにゃ、うんはい、でちょっと自分でももう一回確認して、あの膝立ててもらってもいいんでね、うんはい、全然ここはない感じを、ね、これを覚えておいてくださいね、はいはい、で、まずこれをね取らさせてもらっておいて、はい、で今調整をねちょっとかけてみて、はい、で、あ、分かります、ほら、え、ほらわかります、あ、ちょっと硬いんだ、はいはい、だいぶさっきより全然硬いっていうか、さっきもプニャプニャだったじゃないですか、で、一回下ろして、うん、で、ここも、わかります、一応触れるようになるんですよ、はい、これちょっともう少しやったらいいかもしれない、ほら、さっきよりわかります、さっきは、まあ、皮だけだったのが今これ筋肉がこう触れるようになるんで、はい、で、これをもう少しあのもうちょっと強くしていくともっといいんだけど、さっきよりはまあ全然違うんで、あ、はい、そうですか、はい、そう、なんとなくわかる、今さ、もう一回触って、こっちも、あ、こっち、はいはい、うん、ああ、そう、はい、そう言われてみればそうかね、さっきはもうタラタラだったんで、タラタラだったんで、今はなんていうのかな、まあ、少しあのやっぱりタップとかしてるけど一応触れる感じが出てくるわけです、うん、で、そうすると、そこが使えるようにこの今度はなるっていうことなんで、例えば普通に歩いてもついてくる可能性、あの筋肉がついてくる可能性があって、さっき言ったみたいにプールで、中で泳ぐ、歩くだけでもついてくる可能性があるんです。今まではとりあえずプールの中も外もそうなんだけど、うん、歩くかも大変、うんうん、はい、で、今まではだからここは使えない筋肉だったわけだから、はい、だからいくら歩いても使わないし、その歩けば歩くほど他のところでこう補わなきゃいけないんで、バランスがまた悪くなっちゃうわけですよ、うん、だからこの感じが一つ、 まず出発点として今触れるっていう、一応筋肉が触れる感じにしといて、で歩いてもらえばいいんだけど、ちょっと待ってね、それでじゃあ一回感じてもらって、はいはい、すいません、どうですかね、その足が使えてる感じっていうか、あ、うん、もうそこまでいかなくていい、あ、そうだね、ふにゃふにゃ、お顔映っちゃうのごめんね、こうやって、うん、ふにゃふにゃしてないでしょ、あ、そうだね、うんうん、で今立っててもほら足の裏にちょっとグッてなんかくる、はいはいはい、でちょっと起こしやすいでしょ、そうすると、あ、そうですね、はいはい、こういうことが起きるってことで、さっき言ったみたいに今急にそのあの筋肉がボコンと膨らむんだけど、ある程度膨らむんだけど、それをもうやっぱり多少やっぱり強くしていかなきゃいけなくて、はい、でもそれは筋トレとかじゃなくて歩くことでそこがついてくればいいって、はいはい、だから今までそこちょっと僕も直してなかったんで、ここが今までとちょっと違うんで、はい、ちょっとこれで様子を見てください、はい、はい、